こんにちは。今日はこの映像をご覧いただきましてありがとうございます。配達が終わってこれから店に戻るところなんですけれども、今回はですね、かなり衝撃的なね話をしたいと思うんですけど、これはまあ僕自身にとっても衝撃だったんですけれど、まだ 100% 信じているわけではないんですけど、あ、こういうことなのかなっていうのがちょっと分かったのでお伝えしてみようと思います。でそれはですね、僕たちの意識はどこにあるのかっていうことですよね。意識、僕たちの意識はどこにあるのか。でこれは今回のね映像だけではちょっと伝えきれないんですけど、結論だけを言います。意識はどこにあるのかっていうと、大抵はですね脳にあるとか、心にある、ハートにあるっていうのもねあると思うんですね。でそれも正直間違いではないと思うんですけど、本当はですねこの人間の肉体というものにとらわれる必要はないということですよね。でそもそも僕たちはこの人間の肉体というものだけで生きているわけではないわけです。いろんな外との空間のつながりが感じられる時ってありますよね。自分の肉体の中だけじゃない、もっと広大な何かの一部になっているんじゃないかというようなことが感じる時あると思うんですけど、答えを言うとですね、これは、ちょっとわからないですけど、僕が学んだ一つで、意識というのはどこにあるかっていうと、脳にあるのではない、実はこの空間全部にあるんだと、空間にあると意識が、そういうことを言ってる方がいて、これは、的をついてるんじゃないかなっていうのを今感じています。でまだわからないんですけど、自分なりにいろいろねちょっと実践しつつ、また考えは変わるかもしれないですけども、この肉体、少なくとも人間、この個体というね肉体の中だけではないような気がするんですよね。でそういうふうに考えていくと、この空間に実は意識がある、ここにあるっていうことですよね。でこう空間っていうのはエネルギーが充満しているっていうのも最近分かってきてて、すっからかんの真空ではないわけです。そこにエネルギーが詰まってると。でそう考えていったら、ここにですねこの空間っていうところに僕たちの意識があるっていうふうに考えても、あまり的外れではないような気がするんですね。でそれを物理学的にねこういろんなものを極めていった方が言ってることでもあるので、ある意味これは面白い考えだなって思うんですよね。で実際にオーリングテストってありますよね。オーリングテスト、指で作って、開くか開かないか、開くと筋肉に力が入ってない、グッとね力が入ってると、力が入ってる。でこれで、私の意識は、脳にあります、脳にありますっていう風に言ってオーリングするとパカッて開いちゃうみたい、開いちゃうんですよ。まあこれ実際僕映像で見たんですけど、そして私の意識は、ここの空間にあります、この空間にありますって言ってオーリングしてると開かないんですよね。つまり力がちゃんと入ってる、正しいと。だから僕たちの能力っていうのはこのね肉体に限定するものでもなく、実は空間全部に広がって全てとつながっている可能性があるわけです。でそう考えていくと、ちょっと意識をね視点を、全く変えて、僕たちの意識、自分の意識はこの空間にあるっていうふうに、思ってみてください。これね非常に面白いですし、自分の力がまだまだねある、まだまだ可能性があるんだっていうことを、実感できると思います。で僕自身ちょっとそういう意識で今やってみているので、意識、自分の意識は、この空間全部にあると、この空間にあるんだっていう意識で物事をねちょっとやってみる、何事もしてみる、自分の意識はこの 脳にあるのではなく、この空間全部にあるっていう意識で、やってみてください。何か感じるものがあればまた、教えていただければと思います。以上です。ありがとうございます。